要するに、問題はない、その再確認のような話だ。ガチな対戦では美しくない勝負、そういうのが起こる。だから、誰か、がシナリオを考えての八百長をするべきでは。じゃないともし悪い試合が起こったとき、来訪した客はがっかりしてしまう。客は神だ。余計なことはするべきではない？そういう感覚。今の状況では、民意で選ばれた者、その絵、が自然に勝利の女神をそこへ呼んでいく。良い絵を描くために、彼らは戦う。あまりにもできすぎた結果というのは、時々、誰かの意思、を感じるが。そういう時のでも、それでよい、そんな話。確かに、誰か、が書いているのだ、真剣勝負のスポーツであっても。ただ今の時代それは結局、民意により選ばれた、誰か、の絵でしかない。運命を描くとき、何かの意味はあるだろう。価値がここにある。